338ラプアマグナム弾は、リムレスのボトルネック型、センターファイア式ライフル実砲である。8 6 7 0ト、mm、ルあるいは8 5 8 7 0ト、mm、ルとしても、知られている。軍の狙撃手が使用する強力な、長距離用実砲として1980年代に、開発された。アフガニスタン紛争やイラク戦争で使用され、その結果としてこの実砲は、 広い範囲で利用できるようになった。完成実縫の小道は 14.93mm、全長は 93.5mm である。1000m までの距離であれば高性能な軍用ボディー、アーマーを貫くことができ、最大有効射程は 1750m である。重心長、弾頭の挿入の深さ、火薬量に依存するが、16.2g 弾頭を使用した。 商用相談の重工初速は880秒速915メートルであり、これは重工エネルギーに換算すると約 6525J である。イギリス軍の支給品である338ラプアマグナム弾は全長が91.4ミリメートルで16.2グラムロックベース B408VLD 弾頭を装着しており、その弾頭は長距離射撃用の L115A3。 ライフルから重厚初速秒速936メートルで発射される。2009年の11月には、イギリスの狙撃手である、コーポラル・オブ・ホースのクレイグ・ハリソンが、これを使用して戦闘中に狙撃殺害最長記録を2475メートルに更新した。軍事的な用途のほかに、ハンターや民間の長距離射撃愛好家が使用することも多くなってきている。 338ラプアマグナム弾はあらゆる獲物を仕留めることができるが、より大きい光景のバックアップ用の銃を伴わない限りは一部のデンジャラスゲームに対して適しているかどうかは議論の余地がある。像を殺すための光景と像を止めるのに信頼できる光景との間には非常に大きい差がある。ナミビアでは 5400J 以上の重厚エネルギーがあれば、 アフリカ語大ゲームのハンティングにおける338ラプアマグナム弾の使用は合法である。1983年、アメリカのリサーチアーマメントインダストリーズは1000メートル地点において5層の軍用ボディアーマーを貫通指示名称を与えることのできる重量16.2グラム計0.338インチの弾頭初速秒速914メートルで 発射する能力を持つ新しい長距離射撃用実縫の開発に着手した。予備実験の後、416リグビー弾をネックダウン0.338インチ弾頭を使用できるようにした薬莢が選択された。これはこの系のものが実際のスピンが安定化したライフル弾頭に対し、断面密度と貫徹力について最適な条件を示すためである。 416リグビー弾は325音波の圧力に対応できるように設計されたイギリスのビッグゲーム用実砲である。現代的な無煙火薬の代わりにコルダイトの燃焼を想定したこれら古い実砲のケースの欠点の一つはウェブ直前の側壁の厚さである。燃焼の間、実砲のベースはボルトフェースに向かって前進するが保持されていない。開発過程においては台が イリノイ州弁船ンンビルのブレースエクストリューションラブス、リミテッドに発注し、338、416、または 8.5871mm 実縫のケースを作成、砲なデが弾頭を作成、ライがアメリカ海軍と契約した狙撃銃の製造を行った。しかし、ライはベルのケースが必要要件を満たしてないことに気づき、軍の納期が迫ったライは、 他のケース製造業者を探し1984年にフィンランドのラプアに連絡を取った。その後、財政難からライはこの計画から抜けることとなった。338、416ライフル計画は過度の圧力によるケースの断裂によって受け負った業者がプロジェクトの目標速度である16.2グラム弾頭で秒速914メートルを達成する実報を 作れなかったため、後に中止された。現在の308ラプアマグナム実法は、フィンランドの相談メーカーであるラプアの一員であるナーモラプアとともに、フィンランドのライフルメーカー社コートイギリスのライフルメーカーアキュラシーインターナショナルとの共同事業として開発された。ラプアは、338-416実法を再設計することとした。 この新しい設計においては、ケースのウェブとウェブ直後の側面を厚くすることと、夜勤的に強化することが重視された。現代のソリッドヘッドケースでは、ケースの硬さが、蘇生変形を受ける前の最大圧力限界を決定する主な要因となる。ラプアは、強化されたより厚いケースのウェブとウェブ直後の、側壁だけでなく、ヘッドとウェブからマウスまでのコード分布を作ることによって、この、 問題に立ち向かった。これにより非常に耐圧性の高いケースとなり、高い圧力を使用できるようになって、元の目標速度の秒速15メートル以内まで迫った。同様にラプアは1 6 2ムの338口径ロックベース B408 フルメタルジャケット弾も設計しており、これは30口径のロックベース弾頭の形状をモデルとしている。その結果、 1989年に338ラプアマグナム実縫は CIP に登録された。また、オランダ軍が調達したことによって、NATO で成分化された。338ラプアマグナム弾は 7.6251mm、NATO 弾のような標準的な軍用装弾と、50BMG 実縫を発射する大型の重量の、あるライフルとの間のギャップを埋めるものである。 また、重心の摩耗が激しく、これは訓練で年間に数千発撃つような軍の狙撃兵にとっては重要なことである。すべての他の同等なマグナムライフル実縫と同様に、338ラクアマグナム弾のリコイルは強力である。適切な重傷と有効なマズルブレーキの使用によって、リコイルが誘発する問題を減らすことができ、正確な射撃を行えなくなる前にいてはより多くの、 相談を打つことができる。良質の工場相談、複数の弾頭重量、工場性の特殊利用相談のすべてが利用、可能である。民間における人気の高まりによって、338ラプアマグナム弾用に設計された、高品質のタクティカルな競技用、カスタムボルト式ライフル銃が、複数販売されてきている。これらのカスタムのボルトアクション銃では、 他の上質なライフルと照準用の部品を使用して、スポーティングあるいは射撃用ライフルを組み立てる。王立オランダ海兵隊が、アキュラシーインターナショナルの、338ラプアマグナム後継狙撃銃から、薬莢を廃墟している IDF バラク338、338ラプアマグナム後継の軍用 A1。 エスプレシジョンプロシリーズにせに HTR338 ラプアマグナム弾は次のような法執行機関や軍事組織で採用されている。338ラプアマグナム弾はナショナルディフェンスインダストリアルアソシエーションの関心のある実報に選定されている。米軍では対人長距離用の300ウィンチェスターマグナム弾や 50BMG からの置き換えが進められている。 2008年6月17日、アメリカ政府は現在採用しているボルトアクション SOF スナイパーシステムの MK13、M40、M24 を338口径ヒワイルドキャット工場相談を安全に発射するプレシジョンスナイパーライフルに置き換えるための要件に関する市場調査を行った。2013年3月7日、プレシジョンスナイパーライフルのコンペの 結果レミントン MSR の採用が決定された。レミントンは3月8日にこれを発表し、3月9日に公式に確認された。これに続いて5150兆のサプレッサー付きライフルの契約と469万6800個の弾薬の今後10年にわたる供給契約が7970万ドルで締結された。 この契約は2013年の10月12日に発注された。レミントンディフェンスは、狙撃銃を生産し、システムの他の部品として弾薬に、バーンズ・ブレッツ、マズルブレーキと、サプレッサーにアドバンスド・アーマミント・コーポレーションを利用した。これら3社はすべてレミントン・アウトドア・カンパニーの子会社である。338ラプア・マグナム弾は、非常に肉厚なケースを持ち、 その容量は 7.240ml である。薬莢の形状は過酷な状況下でもボルトアクション式、半自動式、自動式で同じように確実に装填と引き抜きができるように設計されている。338ラプアマグナム弾の最大 CIP 実縫寸法単位はミリメートルアメリカにおいてはショルダー角を α に20度と定めている。 この実縫における一般的なライフリングのツイストレートは 254mm の6畳、3径8 3、mm、8 m m 谷径 8.58mm、ランド幅 2.79mm、来館の種類は、ラージライフルマグナムである2007年版の公式、CIP 決定事項及び目録によると、338ラクアマグナム弾は、 最大プマックスイコール四百二十点零零インパのピエゾ圧力に耐えられる。これは最大ピエゾ圧力をプマックスイコール四百二十点零零インパとした二千三年版の CIP 決定事項及び目録を改定したものである。ただし同じケースをベースとしている三百ラプアマグナモダンについての最大ピエゾ圧力をプマックスイコール四百七十点零零インパとした CIP 規定はそれに応じて変更されなかった。CIP 規制下の国においては、消費者に販売するためには、すべてのライフル実報は、最大、CIP 圧力の125%で、体力試験を行う必要がある。すなわち、現在、CIP 規制下の国における、 338ラプアマグナム弾を使用する銃は、ポリエチレンイコール525.00パのピエゾ圧力で体力試験されているということである。ラプアのこの実報に関する最大ピエゾ圧力は曖昧である。ジャンヌ・ポジョイスパによる、フロム・アン・アメリカン・ドリーム・ツー・エイ・フィニッシュ・サクセス・ストーリーという記事によると、ラプアは2007年の CIP 規定である。 最大ピエゾ圧力420.00円波を公表している。さらに複雑なことに、ライフル実報におけるカップから PSI の変換に関するデントン・ブラムウェルの研究によると、この記事で言及された56000カップ CIP 同、粉砕圧力は約447.50円波の CIP ピエゾ圧力に変換される。 CIP のピエゾ圧力が470.00%という2003年規定はアランシー・ポールソンが執筆したヒストリーデベロップメント・オブ・ザ・338ラプアマグナムの中でラプア・オーストラリアによって裏付けられている。法内弾道ソフトクイクロドを使用したリバースエンジニアリングではアランシー・ポールソンが記事で結論付けたようにラプアが 338ラプアマグナム相弾を約420.00ンパのピエゾ圧力で製造していると予測された。最大圧力と大きなボルトフェースの組み合わせは、このような高圧力の実縁を使用可能で大きなボルト水力を安全に取り扱えるライフルのみで、338ラプアマグナム弾は使用できるということを意味する。このようなスーパーマグナム実縁を 通常のマグナム実法を想定したライフルで使用し高圧力の相談を用いると、いてや周囲の人々に重症、致命傷を負わせる可能性がある。1978年に発表されたアメリカの338から378ウェザビー、B、マグナム弾と2000年に発表されたアメリカの338レミントンウルトラマグナム弾は2007年。 現在、市販されている中ではおそらく、338ラプアマグナムに、最も弾道的に類似している。しかし、338から378ウェザービー、マグナム弾は、ベルテッドジッで三で、338レミントンウルトラマグナム弾は、リベーテッドリムジッである。重心の長さ 690mm、ツイスト 305mm のサコ、 trg-42 という338ラプアマグナム弾を使用する代表的な高性能軍用狙撃銃では海抜ゼロ地点における人間サイズの標的に対する最大射程距離は1500メートルであると考えられる標準的なラプアの軍用16.2グラム相弾を使用したとき重厚初速を秒速915メートルとすると 温暖な夏の気候においては1500メートルの距離まで超音速を維持できると考えられる。しかし、静止している45センチメートル90センチメートルのリアクティブアーミーターゲットに対して80%から90%の命中率を維持しようとするには、この最大射的距離は氷点下では1300メートルまで、あるいは冬の北極の条件下では1100メートルまで減少し、 初速は、秒速880メートルまで落ちる。すなわち、温暖な夏という最適な条件下においての2500メートルという最大射的距離が達成できる。伝統的なナマリコアの 19.44G ラプは、シーナーギガバイト 528VLD 弾頭や、単金属、CNC 加工のロストリバー、バリスティックス J40、33817点を、 グラム弾頭のようなさらに空力的に良い VLD 弾頭を使用することによって338ラプアマグノムライフルの長距離性能と超音速限界距離は改善されうる。これらのより長い VLD 弾頭を安定させるためには 254mm のツイストが必要である。 重厚初速秒速915メートルの標準的な 16.2G ラップはシーナーギガバイト 488VLD 弾頭と比較すると 19.44G ラップはシーナーギガバイト 528VLD 弾頭のような相対的に重い弾頭に対する実際に可能な重厚初速はより遅くなり国際標準待機海抜ゼロの条件下で 重光初速を秒速837メートルとすると、おおよそ104メートル割増しの超音速限界距離が得られる。超音速限界距離の大幅は、改善を望むには、実現される重光初速を大きく、犠牲にすることなく、採用した弾頭の空力的効率を著しく、向上させなければならない。これは他にも、弾丸重量の抵抗係数も実際の弾頭の、 振る舞いに対する重要なパラメータであることを意味する。ドーニッケル合金製のロストリバーバリスティックステクノロジーズ 33817.5gJ40 競技用弾頭は入手できる最も空力的な338口径弾頭の一つである。この弾頭は重厚初速秒速869メートルで最も適した温暖な夏の条件下では1800メートルの 超音速限界距離を有する。これによって1800メートルまでの固定標的に使用できる。標準の338ラプアマグナム弾のケースを使用してのこの規格を超えた改善は可能であるが、そのようなワイルドキャットカートリッジを作成すると弾頭の全長は非常に長くなり、通常の実砲の全長93.5ミリメートルを上回ってしまう。 また、非常に長い弾丸を安定させるために、一般的な 254mm のツイストも、きつくする必要がある。このような商用として存在していない実砲を、ワイルドキャットと呼ぶ。338ラプアマグナムをベースとした、ワイルドキャット実砲の使用には、適切な薬質ときついツイストの重心を持つ、特注のライフルが必要である。アクションや、 連発銃が必要な場合、弾装も、また寸法の増加に対処させなければならない。そのような、338口径弾頭の例として、ドイツの単金属、CNC 加工の 18.92gLM-105、マッハ2.216で、CD イコール0.2487、この抵抗係数と対応する g 1、G1、G7、 G7 弾道係数はドップラーレーダー測定によって確立されている。がある。LM-105 の超音速限界距離は重高初速を秒速915メートルとすると国際標準大気海抜ゼロ地点においておおよそ1860メートルである。LM-105 弾頭の2010年版は 全長が5 4 3ト、mm、ル、または6.33キャリバーで、弾頭ノーズ部分の先進的な LD ハークあるいは、シアーズハーク体形上によってその優れた低抵抗が生まれる。このワイルドキャット実行用のライフルは、実行の全長が1 0 5ト、mm、ル、重心は特注の1 7 8ト、mm、ルというきついツイストで、長さ9 0 0、mm、トルその高音角は2度であるが、 複数の長距離競技会で1位と2位を勝ち取っている。最も最近の勝利は、スイスで行われた、特殊部隊と警察の狙撃競技で、100、500メートルの距離で、7.6 2 51ミ、mm、リメートルなとから、50BMG 後継までのライフルで競われた。LM-105 弾頭は特に800メートルの、領域で風による非常に低い変流を示した。その一方で当初、 LM-105 の設計者、ラッツモーラーは、重厚初速を秒速915メートルとして、国際標準大気海抜ゼロ地点における楽観的な G1、弾道係数約0.93と、超音速限界距離2000メートルを計算していた。343ラプアマグナム弾 LM-107 は、標準の、338ラプアマグナム弾のケースをベースとした。 ワイルドキャットジッポーである。LM-107 は超音速限界距離の増加を達成することによって、LM-105 の弾道性能の向上を図ったものである。十九点三グラムの LM-107 弾丸は、長さ五十九ミリメートルで、ハーク上ノーズとアダムス上テールを持つ。三百三十八ラプアマグナム弾 LM-107、ワイルドキャットジッポーでは、 ライフリングのツイストは 180mm、3K8.72mm、谷系 8.45mm が選択され、実行の全長は 107mm である。ネックの長さはより大きな LM-107、弾頭を保持するために8、31mm から8、50mm に増加した。他にもいくつかの寸法が変更されている。 ショルダー角は40度から60度と急になり、ボディのテーパーは1度に設定された。スロート部分は2度の高音角に設定された。これらの変更点によって、343ラプアマグナムは全体的にかなり改定されたワイルドキャット実法となった。長さ 900mm のきついツイストの重心によって、モーラーは重厚初速 909m 毎秒を達成する。 ことを予測した。モーラーの設計過程が正しい場合、G1BC が1.02と計算された LM-107 弾頭は、重厚初速を909メートル毎秒とすると、国際標準大気海抜ゼロ地点の条件下で、約2170メートルの超音速限界距離を有する。商業的に成功した。338ラプアマグナム実縦は、 300ラプアマグナムのペアレントケースとなった。これは基本的には338ラプアマグナム弾をネックダウンしたものである。小さく軽い弾頭と組み合わせると大きな重厚所速を得られるため高い薬質圧力に耐えられる338のケースが使用された。フィンランドの相談メーカーであるラプアは300ラプアマグナムの CIP 認証を得て この実報は公式に登録され、フィンランドのスーパーマグナムライフル実報、ファミリーの一員と認可された。300ラプアマグナム弾は市販されておらず現在は CIP のデータシートとしてのみ存在する。しかし、338ラプアマグナム弾のケースのショルダーとネックを成形して薬莢を作り、30口径弾頭で手詰めすることによって一部の伊手が使用している。 300ラプアマグナム弾のケース容量は7.33ミリリットルである。300ラプアマグナム弾 CIP 実法の寸法すべてのサイズはミリメートル表記アメリカではショルダー角を α に25度と定めている。この実法における一般的なライフリングのツイストは240ミリメートル4畳 3K7.62 ミリメートル。 タニ K7.82mm、ランド幅 4.47mm、ライカンの種類は、ラージライフルマグナムである。CIP 公式規定によると、300ラプアマグナム弾は、プマックスイコール440.00ンパの、ピエゾ圧力に耐えられる。これは、300ラプアマグナム弾のピエゾ圧力を、プマックスイコール470.00ンパとした2007年版の、 CIP 決定事項及び目録を改定したものである。CIP 規制下の国においては消費者に販売するためにはすべてのライフル実報は最大 CIP 圧力の125%で体力試験を行う必要がある。すなわち現在 CIP 規制下の国における300ラプアマグナムの銃はポリエチレンイコール550.00パの ピエゾ圧力で体力試験を受けているということである。この非常に高い最大許容薬質圧力の基準は高圧力に対応するために300と338ラプアマグナム弾のケースが非常に頑丈に作られているということを表している。大型のボルトフェイスと470ン波という最大圧力の組み合わせは300ラプアマグナム弾は このような高圧力の実縫を使用可能で大きなボルト水力を安全に取り扱えるライフルでのみ使用できるということを意味する。通常のマグナムライフル実縫を意図したライフルにこのような強力なスーパーマグナム実縫を装填し470波の相談を使用した場合、いてや周囲の人々に深刻なあるいは致命的な負傷をもたらす可能性がある。 ドイツで設計された 7.62mm ゆくむ弾のペアレントケースとしても338ラプアマグナム弾は使用されている。これは基本的には338ラプアマグナムをネックダウンし短縮したものである。高い薬質圧力を扱える。338ケースの使用によって大きな重厚所属を生み出せるマグナムケースが得られた。 7.62ユクムダンは、マイケル・ユコターによって開発され、2002年に CIP 認証を受け、フィンランドのスーパーマグナムライフルジッポを、ファミリーの一員として公式に認可された。7.62ユクムダンは市販されておらず、現在は CIP のデータシートとしてのみ存在する。しかし、338ラップはマグナム薬莢のショルダーとネックを成形して、ケースを作り、 30口径弾頭で手詰めすることによって一部の伊手が使用している。7.62ユく無断のケース容量は5 8 4ミリリットルである。7.62ユく無断の最大 CIP 実法寸法すべてのサイズは、ミリメートル表記アメリカにおいては、ショルダー角をアルファに2度と定めている。この実法における一般的なライフリングのツイストは 254m、mm。 6畳、3K7.62mm、谷 K7.82mm、ランド幅 2.79mm も、来館の種類は、ラージライフルマグナムである。CIP 公式規定によると、7.62mm、ユクムは、プマックスイコール440.00パの、ピエゾ圧力に耐えられる。これは、現在、7.62mm ユクムのピエゾ圧力を、 プマックスイコール470.00パとした2007年版の CIP 決定事項及び目録を改定したものである。CIP 規制下の国においてすべてのライフル実報は消費者に販売できることを証明するために最大 CIP 圧力の125%で付加試験を行う必要がある。これは CIP 規制下の国における点六に EU む 用の銃は、現在のピエゾ圧力で、不可試験を受けているということを意味する。左から右に、断面と通常の、338余儀の、338ラプアマグナム薬卿との比較、338ラプアマグナム弾のペアレントケースは、公式には、CIP あるいはそのアメリカ版であるサーミに、登録、 認可されていない改良された派生ケースのペアレントケースとしても使用されている。このような商用の向上性ケースを使用した改良ケースはワイルドキャットとして一般的に知られている。標準的な向上性ケースの外形を変更することで通常ワイルドキャットの作成者は向上性ペアレントケースのケース容量を増加させより多くの火薬を使用することで 高い速度を生み出せるようにする。ペアレントケースの形状と溶石の変更に加えて、元々の光景を変更する場合もある。光景を変更する理由としては、特定の種の獲物の合法的飼料に許可された光景、あるいは、弾頭重量に、銃の制限に従うためなどが挙げられる。338ラプアは、大きさがあり特に頑丈で、 圧力耐性もあることから比較的容易にリロードでき、何回も使用できるため、ワイルドキャットの作成者たちの間で人気を高めて、来ている。338ラプアマグナム弾を、ペアレントケースとして、7mm、30、30ウルフ弾、3 0 0 r ンエクスプレス弾、8mm、LM-101、338、343、9.3mm 34、 37550口径などの派生が作成された。2008年現在の1000、ヤードベンチレスト射撃の5発グルーピング記録の保持者、トムサーバーは、300ハルクワイルドキャットジッポを使用していた。これは、基本的には、ネックダウンし短縮した。338ラプアマグナム弾から派生ケースで2007年7月7日に5発の、 グルーピングで1.403インチを記録した。ありがとうございます。